いつもお世話になっておりますサイドビーの酒井です。服部です。本田です。今日はですね、カバンの紹介をしていこうと思います。まあ我々がね、使うカバンということなんで、もちろんビジネスカバンというジャンルに基本的には含まれてるか、用途的にはそういうことになるわけなんですけど、周りの同業者見ててもリュック多いよね。多くなりましたね。あれはね、ちょっと前までビジネスとかでリュックってドライヤーねみたいな、特に気にはならない。僕ならないですね。むしろそのジャケパンスニーカーやりだしてるんで、カジュアルな面をちょっと取り入れていきたいっていうところがあるから、リュックも、まあ結局は使い勝手もすごくいいので、積極的に取り入れていっても全然問題ないのかなと思いますね。僕はもともとリュック派。あ、そうなの？ヘルニアなんです。知らんし。いやいやいや、きついのよ。そうなの？きついの、タスキ掛けが。あ、タスキ掛けになるとヘルニア痛なるか。痛なる。どっちかにやるとあかんから。あ、そういうことか。そうやね。カバンを選ぶときの、ですね、大きな基準になる、サイズ。これまあ我々の仕事からいくと、リュックだろうがブリーフケースだろうが、A4 ファイルが入るっていうのがもう必須だね。そうですね。で、ノートパソコンとか持ち歩いて、まあ、服部さんもそうじゃない、そのノートパソコンが入るサイズが、A4 より大きかったりすることもあるだろうし、あとクッション性とか、そのサイズと素材っていうのは、まあ、ある程度セットで考えなきゃいけないのかなと、そういうところですね。それから、まあ、カバンの使い道なんですけど、お客さんとか行くときに資料を持っていくだけとは限らないので、まあ、普段はそういう使い方なんでしょうけど、割とお堅い場合に出ていく式典、あのスーツの時も話ありましたけど、式典に行く時はね、それ用のカバンをちょっと用意したりとか、服部さんなんか出張多い、あ、そうですね、なので1泊2泊ぐらいの着替えとか持っていけるような、その使い道によってもカバンは使い分けたりする必要が出てくるのかなというふうに思ってます。私はね、顧問先ごとにカバン全部変えてるんですよ。最初の顧問料をもらった時に、それでカバン買うっていう、いつもの文化にしてて、で、そのカバンはそこ用なの。だからそこのお客さん用の書類はもう最初からそのカバンの中に入れて、なんかするときはそのカバンから出して資料を差し替えたりして、そのカバンに戻す。なんかそうね、書庫代わり、いやでもその書庫代わりっていうのもそうやし、なんかみんな引き締まる感じがしますよね。そのカバン、そこの顧問料で買ったカバンを毎回持っていくわけだから、そうか、面白いな。そうよ、以前 の、 これもスーツの動画の時に、服部さんが言ってたかな、スーツとか他の小物と色合わせ、ああそうだね、かかっちゃうみたいね、これね、私はあんまり気にしてないんですよ、あくまでそのカバンはそのお客さんのイメージに合わせて買ってるんで、そのリュックが合いそうとか、素材は革がええのか、そのナイロンっぽいカジュアルな雰囲気の方がいいのかとか、もちろんそのコーポレートカラーみたいなのとか、を合わせながら、そこに一番合ったようなカバンを毎回選ぶんで、あとまあその顧問料の金額によってちょっとあれやね、持ってくるカバンでなんとなくわかる。1ヶ月の顧問料で買える範囲のカバン。なるほどね。そういうところもあるわけなんですけど、その組み合わせとかっていうのは何か意識してるところありますか？僕はね、シャツは白って基本的に置いてると、色が合わへんくて使える回数少なくするっていうのを避けるために、だからカバン自体もある程度そのシックな色、服装が変わってもカバンだけ浮いてるっていうことはないので、落ち着いた色っていうのだけ、選んで買ってますね。なるほどね、僕はね、革にこだわりたい、革にこだわりたい、素材好きやないから。そうやね、もともとまあ、ジャケットとかもそうやし、小物類もそうやけど、本革で行きたい人なので、まあ基本的には革で、先ほど言ってもらったみたいに小物に合わせるためにプローチ入ると、ここは譲れないですね。では、ここから順にですね、我々が実際に使ってるカバンを紹介していこうと思います。はい、では一つ目の紹介なんですけど、割とこうスタンダードな感じのブリーフケースですね。これはね、キャサリン・ハムネット・ロンドンというタフっていうですね、やつなんですけど、もちろんバイクで動くんで、こういう、まあ、少なくともブリーフケースでも 2way じゃないと、そうですよ、なかなかちょっとしんどいかなというところで、まあ、これがあってですね、中が割と広々としているというかですね、ガバッと開くタイプのやつで、これなんか
飲み物入れるところとか、うんうんうん、メッシュポケットとか、うん、サイズのポケット、ペン入れとか、うん、こういうのは結構たくさんあって、うん、割とこうビジネス用に本当にあのファッションじゃなくてビジネス用と意識して作ってある感じのものですね。で、まあ、これはイメージカラーとかあの素材とかに関しては、まあ、さっきもあった通り、うん、顧問先のイメージ、うんうん、でこれも顧問先の顧問料でお買い上げ。そういうことです。ありがとうございます。はい、続いてはこちらですね、うん、式典とかで使う量の、まあ、いいやつというかですね、うん、これはどこの顧問先とかではなくて、うん、式典にお呼ばれした時に守っていくやつですね、うん、あんまり日本では有名じゃないかもしれませんけど、ペンテモルビダですね、聞いたことない、はい、メーカーのキャプターノっていうやつなんですけど、うん、6万ぐらいする。結構高級な。中の中島 S ですね。そうなんです。あのガバッとは開かないんですけど、うん、中がちょっと触ってみてもらっていい？気持ちいい。あ、ほんまや。すごいでしょ。うん、この黒エンジン、うん、お店の人曰く、うん、日本に20個しかない。へえ。限定色です。うん、さて次、うん、こちらリュックなんですけど、うん、これハーベストレーベルっていうところのいろんな色があるやつなんですけど、うん、スクエアタイプのリュックですっごいたくさんポケットがあるんですよ、うん、でサイズ感もすごくちょうどいい感じ、ね、うんうんうん、とあるアーティストさんの団体に行くとき用に買った、うん、ちょっとこうカジュアル感のあるリュックですね、うん、最近本当にこれ気に入って、うん、そこに行くとき以外でもよく使ってる、うん、なるほどね、はい。そして酒井の、ブリーフケースですね。これメインで使ってるやつで、うん、ブランドが PID っていうやつなんですけども、サイズをまず一番大事やから、はい、A4 のプラスチックのホルダーみたいなあれを持って実際に店で突っ込んでどれぐらいその余裕があるかっていうのを調べながら購入したものです、うん、でこれもですね、うん、本当にいろんなところがこうやって開くタイプになってて、はい、なんかいっぱいね詰められるんです。中もね、お前ね、よく入りそうやね、これいっぱい分かれてて、まあこれは落ち着いた色でどの服装にでも合わせられるので、うん、メインはこれで使っていってます。お気に入りです。はい、次が、2つ目です。酒井のリュックですね。ホットラインっていうブランドで、うん、これはもう完全にノートパソコンに合わせて買ったやつで、まず裏側、背中側をこう広げるとーノートパソコン専用のスペースがあります、はい、で、こちらの中もですねすごい広くて、うん、じゃん、うわ、何これめっちゃ入るやん。そうなんです、これはほんま比較的よくいっぱい入るので、うん、ノートパソコン背負って書類入れてても、そこまでこう負荷がかかってるような感覚はあまりないのかなと思います。ただこれの困ったところが、うん、全部こう閉じちゃうので、自転車乗りながらとか外からこう開けるのにどこからも取り出せないんですよ。ほんまや、それだけすごい不便なんで、もう完全に止まってから使わなあかんっていうのだけちょっとなんかこの辺につけてくれてたら良かったのになっていうのは一つあります。はい、それでは服部のカバン紹介させていただきますけれども、はい、これはもう僕が超メインで使いたくってるカバンになります、うんうん、実は2代目、同じの2代目、1回壊れたんでまた同じの買い替えたんですけれども、うん、もうほんとね、ほとんど日常とか仕事の時、うん、これ使ってるんですよ、うん、でこれのいいところはですね、もうありとあらゆるところに、まあね、こう向こうもここ何入るとか決まってるわけね、全部決まっとくんですね、うんうん、で、しかも、皆さん言ってるように一応このクッションがちゃんとあって、このパソコンをここに持ち歩くんでね、うんうん、で、ここも結構積載量があるのと、うんうん、まあ、リュック使ってる時に僕これが一番気に入ってるポイントなんですけど、うん、ここまあ背負うとね、これがあるんでね、バイク乗ってますと、で、駐車場代のお金払う時とかガソリン入れる時とか、ここでピュッとこうやってピュッと出てきて、ピュッてこうピッてやってこうピュッて戻ってピュッてこうみたいなんで、ね、もう完全機能性重視というお気に入りカバンでございます。はい、次のカバンですね、はい、これは本田さんの言ってはるところの式典用、うん、なんであんまりこれを持ってる僕を見た人は少ない気もします、うんうん、ほんと出てくることは特にバイク移動が中心になった後はね、もうほとんど使ってないんですけれども、うん、
これは一応コーチ、うんうん、コーチめっちゃ好きなんですよ、このカバンに塗り合う。コーチものよく持ってて、うん、であのプレゼントしてもらったんですけど、うん、あの開業した当初に買ってもらったんで、やっぱり開業した時にパソコンのことあると思ったんで、これもクッションバリバリ、うんうんうん、でパソコンも OK です。でこれ意外とね、なんかいろいろ入るんですね。でこっちもこうなんかいろいろ入るようなカードポケット多いのってやっぱいいよね。ポケット多いのいいですね。はい、3つ目のカバンです、うん、これもね、メガもコーチで、うん、値段も一緒ぐらいだと思うんですけど、はいはい、これはあのさっきの黒いやつ気に入ったんで、うん、あの言ってました、黒と茶色で使い分けたいっていうことで、うん、茶色版が欲しいなということで後から買いました、うん、これはプライベートでもいけるね。これはプライベートでもいけるね。で僕ちょっとレトロな感じ好きなんで、うん、どうしてもさっきのカバンとこれもそうなんですけど、こう留め具のこの感じ、まあお前ね、ちょっとレトロな感じが好きで、ファッショナブルに行きたいときは、うん、いやこれもプライベートで全然僕使いたいわ。はい、いかがでしたでしょうか、うん、結構ね、カバンの大きさに関しては割とみんな一緒。そうですね、そうですね、やっぱその A4 のファイルが入るっていうね、うんうんうん、で共通したのはポケット多い。そうですね、そうやね、まあ、カバンはね、あの好みの部分ももちろん多いんで、はいはい、あの気に入ったものなんでしょうけど、うん、気に入ってるのはいいけど機能的にちょっと仕事で使えへんってなってしまうとちょっともったいないんで、うんうんうん、まあ、そこら辺もあの少し気にしながら、あの我々が使っているものを参考にしていただけたらありがたいかなと思います。はい、またね、あのこういうの実はめっちゃおすすめやでとか、うん、ありましたら、あの紹介していただけたらコメント欄で、うん、はい、お願いします。お願いします。それでは本日はここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。